ジェフ・バクスターはアメリカ合衆国出身のギタリスト、軍事アナリスト。アメリカ国防総省の軍事顧問を務める。愛称はスカンク。ロックからジャズ、カントリーまで幅広い演奏スタイルを持つ。ワシントン DC 出身。1968年、アルティメット・スピナッチに参加。脱退後はボストンでセッションギタリストとして活動する。この時期にウォルター・ベッカー。 ドナルド・フェーゲンと知り合い、その縁で1972年、スティーリー・ダンの結成に加わった。スティーリー・ダンでは、幅広い音楽的素養を発揮して、バンドの音楽的表現の幅を広げたが、やがて目指す、方向性の違いが顕著になり、1974年に、スティーリー・ダンを脱退。その後、かつてゲスト参加したことがきっかけで信仰を深めていた、ドゥービー・ブラザーズへ加入。 トム・ジョンストン、パッド・シモンズに続く3人目のギタリストとして活躍する。さらに、スティーリー・ダンのツアーメンバーだったマイケル・マクドナルドも後にバックスターの誘いでドゥービー・ブラザーズへ加入する。しかし、マクドナルド加入以降、それまでバンドの中心的存在でもあるトム・ジョンストンの脱退もあって、その音楽性はより洗練された方向へ転換。やがてマクドナルドが、 主導権を握り大成功を収めるが、バクスターは、ロック色が薄れてしまったバンドに、失望、1979年、ドゥービー・ブラザーズを脱退した。その後は主に、セッションミュージシャンとしての活動を続けていたが、1980年代半ば、当時の最先端の録音機材を研究しているうちに、コンピューターのハードウェアやソフトウェア、特に軍事用に開発された、 データ圧縮アルゴリズムや大容量記憶装置などの軍事技術に興味を持つようになる。当時近所にサイドワインダーミサイルの開発に携わっていた元技術者が住んでおり、アビエーションウィークスペーステクノロジーの定期購読を紹介されたことをきっかけに独学で軍事技術やミサイル防衛システムの専門知識を学ぶようになり、軍事アナリストとしての活動も始める。 2001年にアメリカ国防総省の軍事顧問に就任。アメリカ同時多発テロ事件やイラック戦争で忙しい合間を縫って音楽活動も続けている。2005年には NASA の有人探査部門の諮問委員に就任した。セッションギタリストとしての技量も去ることながら音楽プロデューサーとしての手腕も高い。アースシェーカーのボーカリスト、マーシーのソロアルバムやザベンチャーズなど、 ジャンルを問わず多岐にわたってプロデュースを手掛けている。また、ギターを始めるきっかけを与えてくれたザ・ベンチャーズのアルバムにもたびたび参加していることで有名である。1976年以降、現在までステージ上では椅子に座って演奏するスタイルを続けている。ありがとうございます。